さんこんにちは、サイクルガジェットのあやです。はい、ということで今日はですね、こちら、ラピエールのデリウス SL アルティメットディスクのバイク紹介をしていこうと思います。イエーイ。もうかっこいい、かっこいいしか言うことがない。さあ、これなんでここにあるかというと、これ納車したわけではなくて、多分ラピエールとサーベロのね展示会に行ったと思うんですけど、その展示会で展示されていたバイクのうちの一つなんですよ。これかっこいい。これ多分このロゴを見て、あ、これフランスのメーカーのバイクなんだって間違えたところです。あ、イタリアか。はい、そこの展示会の主催者であった東紹介さんの方から提供いただいたので、ちょっと軽くこのバイク紹介をしようと思います。私はちょっと身長的に乗れないので、乗ってもらうのは父になるんですけど、まあちょっと見るだけで我慢したいと思います。皆さん気になりますよね、このかっこいいバイク。それは後でいいんじゃないか。はい、ということで、早速バイク紹介に行っていきましょう。あ、かっこいい。はい、じゃあまずパーツ構成教えて。ハンドルは？ハンドルはめっちゃイーストンです。イーストンの EA90。ここに国旗とか、この国旗なんかオシャンティ。 F デジ2ドプラス。おお、まあ、トッププロが持ってるバイクと全く同じ。これもイーストンのシートですね。サドルはどこの？サドルは何だ？セタ。セタ？タイヤの特徴はここです。そう、そこなんだよ。かっこいいんだよ、本当に。ちょっとだけちっちゃい気がする、三角の大きさが。これはまあ、ちなみにこれはフレームのサイズは S。 これで S、うん、XS、S、M、L。 おお、4サイズだな。これちょっとちっちゃい、ね、S は平均な70センチ前後かな、うん、S ででかくない？だって XS で160ぐらいやね。完全に乗れないわ。で、ホイールは？ホイールもイーストンですね。イーストン好きだね。ディスクブレーキと、かっこいいな。やっぱりこのなんか円状のやつがついてることがいいよ。ここがそれ何？いや、これが円盤を割ってきて、そうなんだ。あれ、こんなのついてるんだ。この中にキャリパーがある。ほうほう、キャリパー、あ、動いて見える。若干この、この2つが動いて見える。あー、ちょっとだけ動いてるね。そう、こっちも同じ。ブレーキは張ってくる。油圧のあるじゃん。あー、デュラレスじゃないんだ。ではない。最近コンポーネントだけちょっとだけ分かってきたからね。シマノだけだけど。これ、油圧の。ここはでかい。変わる？変わる。硬いね、ブレーキ。女子だと手がね、短いからかな。引き分かる。このなんかペダルがさ、ちょっとなんか変わってる。あ、そういうこと？ SPD なんか古いやつか。ちょっと珍しいねみたいなさ、ツイッターでコメントあったから。確かにちょっと珍しい。そうだよね。初めて。ここのシートの高さを変えてみる。あ、これいる？これいる？え、カバーね。あー、なるほどね。なんかこれどころは、なんか他のバイクとちょっと違くていいね。そうだね。うん。下から見てみよう。あ、ここに S サイズって書いてある。あ、ほんとだ、 S サイズって書いてある。ちなみにタイトル付けはドネリー。ドネリー、アメリカのブランドかな。珍しいの。あんまり今見たことない。へー、横幅25。ほうほう、よくわかんない。横幅がここが、うん、そんな感じもするけど、なんかわかんないな。ブーストとここの太さは全く違う。ああ、な、確かにな、こっちの方がでかい気がする。こんなでかい。確かに。あ、本当だ。全然違う。もっこりしてるね。そう。どっちがいいの？あ、いや、いいと思う。これ油圧だから、ここに油が入ってる。なるほどね。だからか。これと、うん、わかんない。わかんない。うん。いいね、曲線同士。もう何もないのがこれ。そう、ね。スッてしてる。だデザインとしては美しさが、フレームの美しさがよく出たと思う。そうだね。やっぱり。なんだと？
いや値段的にもちょっとあれだからね、そこ不平等だよ。ちょっとこれはおいくら？税抜きで36万。じゃあ40万ぐらいかな。そうだね。感染者で全部でいくらぐらい？感染者で、まあ、これだと、そうだね、80ぐらいいくんじゃない？フレーム40で、なんかいろいろと組み合わせて、よ、80。オイルがいくらぐらい？オイルってさ、数千で買えると思ってたんだけど。はい？数千円？うん。なんか、40万円ぐらいするんだね。いい配慮。そう。どんなで、5、6万円。あ、これどんどんなんだ。どう乗り心地は？めちゃくちゃ乗りやすい。硬いのかなと思ったら、うん、硬そう。でもこれがもっと効いてるんだと思う。へえ。乗り心地がすごいし。柔らかいの？いや、柔らかさ。ゴツゴツするところは軽くいなしてくれるし、あっという間に加速できるし。そう、軽いのか。パナモリと比べてどっちが乗りやすい？まあ、のんびり走るんだったらパナモリで十分なんだけど。あ、そうなんだ、うん。でもやっぱり総合的に言ったらもう、勝負にならない、これは。まあそうだよね、うん、長く走っても疲れないかな。これもうすでに3、40分走ってきてるけど、うん、全く疲れない。へー、振動とかを全部すごい吸収してくれる。吸収してくれるのかな。すごい吸収してくれる。最近で悪いところ何も見つからない。いや、乗りたかったなぁ。あとこのマットブラックって、そうなんだ、メタリックじゃなくて、ね、テカテカしてないところがなんかまた大人っぽくない？プロのレースマシーンみたいな。あーね、そんな感じする。あえて艶を消してあるところも、ここもまたいいよね。またいいね。はい、ということでラピールのバイク紹介終わりました。なんだろう、かっこいいしか出てこないな。私個人的にはここのスローピングがグストと似てるんで、ここがいい。あとこの三角の穴がね、いい味を出してる。本当は乗りたかったです。 XS でも私の身長に合わないので、ラピールは多分乗れないかな。身長が伸びない限り今借りてるんですけど、すごい父が気に入りすぎて買いたがってるので、私は全力で止めようと思います。なんでやねん。いや、ダメだよ。80万ですよ、80万。私が欲しくなっちゃうんで。はい、ということで、今回提供していただいた東商会さん、ラピエールを提供していただきました。ありがとうございます。本当は私も乗りたかったです。ラピエールの公式サイトと東商会さんの公式サイト、あとインプレッションの記事は概要欄に貼っておくので、興味ある方はそちらもぜひクリックしてみてください。はい、ということで、今回ラピエールの動画バイク紹介は終わりになるんですけど、本当にかっこよかったです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。く乗り比べてみよう。乗り比べてみよう。鉄だもん。どうだった？重い。そうだよね、鉄だもん。鉄とカーボンはあんまりそもそも違うし、乗り心地はね、どっちもいいんだけど、うん、質が違う感じがするね。例えば子供ではね、フレーム全部で吸収してくれてる感じがする。さっきのゼリウスとかだと、まあ、ちょっと違うの。カーボンのある特定の部分で完璧に吸収してくれてる感じ、一部分だけ。これはこれで、のんびり長距離走るけど、これ全然ありだと思う。どっちが好き？意外と欲しい。今まで乗った試乗したバイクの中で一番いいと思う。そんなに？そんなに良かった。すごっ。疲れの度合いとかも違ってきそうだよね。1ミリも使えてないもん。すごいな。違う乗り物に乗ってるみたいな。ジェット機に乗ってるみたいな感じ。こっちは？こっちはね、なんだろう。